どうも皆さんこんにちは。とりあえず着きました。やっと着きました。広角レンズをね、家に忘れてきちゃったんでね、持ってこなかった。まあ、ちょっと広角レンズないんですけど、車の中どっかにありそうなんだけど、探すのきついんで。あ、チャリどうも。やっと着いた。道迷いましたね。ナビがうまく作動しないで。あ、どうも、チャリどうも。ナビがね、うまく作動しなかったんで。めっちゃ人、すごい、アイスクリーム。当たりが出たらもう一個みたいな。すごいね。アイスの自販機で当たりが出たらもう一個だって。トーストバーガー、うどんそばもある。じゃあバーガー頼もうか。チーズバーガーしかないじゃん。昨日のとこじゃないけど220円。どこ乾いた。ちょっと自販機、まあいいや、バーガーから買うか。ハムサンドしかないね、こっちは。加熱中。中ってあって、ここに残りの焼き上がり秒数までって書いてある。いや、これ昔あったよ。俺子供の頃、小学生ぐらいの頃、これ近くっていうか、そこそこ近くのゲーセンでね、ありました、この機械。ハムサンドとかもある。いろいろありますね。アイスは自販機とか、当たり付きの。あとは何だろう。ああ、ゆいなさん、ありがとうございます。トーストじゃない。お前がアラブの席を言い出す。ビリゲイツソフトバンク、ソマス、ありがとうございます。ちょっと周りに人がいるからね、あんまでかい声出せないんだけど。来た、チーズバーガー。結構お客さんいるっすね。結構多い。
ウーロン茶買ってきた。バーンチーズバーガー特製。ウーロン茶飲むわ。じゃあちょっとね、開けましょう。熱っ、めっちゃ熱い。ちょっと立てかけるものがないと。あー、ヤドンちゃんさんから10倍きた。ありがとうございます。トラック10倍。お前がアラブの石油を見たぞ。ビルゲイツ、ソフトバンク、ソバセ。ありがとうございます。逆光で光が逆にいったもん。バンズがフニフニです。水分持ってめっちゃフニフニ。で買いのにもう一個売りたかった。こんな感じでこっち飲んでて、こっちはちょっと立てかけをしましょう。
どん、うどん買ってこようかな。大丈夫ですか？プツってないですか？一応これ富士 Wi-Fi なんだけど大丈夫そう。トーストサンドとかもあるけど、まあ、昨日も食ったうどんになるけどうどん食うかな。天ぷらうどん、あれ昨日のとこ250円だった気がする。ここ300円やな昨日のところに300円じゃなかった、あ、250円じゃなかった、違ったっけ、なんか50円高いな。500円玉は使えないって書いてある。100円と500円玉使えない。どこか一緒のもの入ってんのかな。うずらの卵とか入ってる。なんか種類とか具材は仕入れ状況によって変わることがあるとか書いてある。500円玉なかった頃、めちゃめちゃ昔やん、そんなの俺がちっちゃい頃ですら500円玉あったぞ。500円玉がなかった頃ってあんの？そういえば2000冊とかいつ前かなくなったわな。たまにはそばもって感じだけど、やっぱ俺うどんのが食いたいな。100円玉戻ってくるのは何で？あれ？え？あれ？なんか100円玉が出てこない。いや、あれ？多分300円入れたのに200円しか出てこなかった。え？え？300円入れたのが100円回収されちゃったんだけど、まあいっか、100円ぐらいいいわ。100円ぐらい余分に払ってやるわ。言うのめんどくさいしな。配信のネタを提供してもらってるのもあるからよいしょ。やっぱ100円出てきてない。まあいいや。あ、いいね、10回です。こっから、おお出てきた、早いね。ここ七味ないな。出てきた。あっつ。おお。あ、具が昨日のとこと違うな。具が違う。具が違うぞ。あのね、昨日のとこはうずらの卵とか入ってたけど、入ってないね。その代わりあれが入ってる。このなんていうの、これ多分あれじゃ、チーカマじゃなくてなんていうんだっけ、これ多分カニの天ぷら、チーカマの天ぷら、チーズじゃないわ、これカニのなんていうんだろう、なんていうんだっけ、チーカマじゃなくて、チーカマってあれか、チーズか、なんていうんだっけ、このかまぼこの、多分カニのかまぼこの天ぷらだ、これ多分
で、あとこれはなんだ、磯辺揚げみたいな天ぷら。で、あとは普通の天ぷら。あとね、なんかネギが多めに入ってる気がする。昨日のとこより。うん、カニカマつんか。あ、ここに、ここにあれがついてる。七味がついてる。七味かけました。薬品みたいな味がしたんですよ。なんかこれでも全くしない、変な味がしない。こっちの方が美味しいな。あ、あ、確かに、ね、なんかね、天ぷらがね、変な味した。なんつうんだろう、ちょっと据えたような味っていうか、これは全然しないですね。うん、こっちの方が美味しいわ。かぼちゃの天ぷらも入った。かぼちゃの天ぷらっていうか、多分なんだろう、て、あの、なんていうの、天ぷらにかぼちゃとか入った。揚げか。カレーとかはね、調べたら茨城にあった。あとお弁当のね、焼肉弁当とか、なんか、なんだっけ、唐揚げ弁当とか、ああいうのがあるんですよ。300円で。しかも300円とは思えないボリュームで。中華まだ、これ今の磯辺揚げの中華まだ、チーズが入ってる卵、これ、いっぱい、チーカマじゃない、なんだ、チーズちくわ、
左右が。こっちに自販機があって、変わった自販機ですか。カニカマやね。てかさ、大根さんがいない方が閲覧伸びるのは気のせいかな。大根さんがいない方が閲覧伸びるのは気のせいかな。まあ今日土曜だからってのもあんのか。完食しました。いやー、どうしよっか。締めにトーストでも食うか。昨日食ったトースト。もうチーズバーガーとね、天ぷらうどん食ってるからね。もう、まあ、あと1個ぐらい食えるな。しまいにトースト食うか。ハムサンド220円。500円玉使えないんだ。これも500円玉使えません。使用通使用効果100円50円10円のみ。トーストサンド販売機、ここから出てくるんだろうね。これ何秒とか書いてないな。あと何秒みたいな。あと何秒みたいな。ルルゴなのかこれね。暑いんだよなこれ。暑いな。暑ダメだこれ。持てない。どうしよう。暑い。めっちゃ暑いんだけど。スマホの暑い。暑いっすね。マジで超暑い。暑っ。あ、ここからこういけるか。おい。
暑いな。エアコン効いてるけどね、ちょっといろいろうどんも食ったし暑いわ。来た。こんな感じっすね。チーズハムトーストハムチーズトースト ついたって取れないんだけど、銀紙が、ああアルミホイルがくっついたって、うわ最悪だ。アルミホイルがくっついちゃって、くっついちゃって剥がれちゃった。ボンドのカンタみたいな人が、水たまりボンドにのカンタにすげえ似てた今の人。中学生ぐらい、中学、水たまりボンドのカンタを中学生にしたような人が、幼いカンタ。チーズ、ハムチーズトースト、どうしよっかな飯食ったらもう何もないんだよ。あ、青いのさんバーガー食べる。レトロゲーセンってでもなかなかないよね。レトロのゲームってさ、なんだろう最新ゲームにはない面白さがあるよね。あ、茶色
剣もあったよね。あれでしょ。メダル得てじゃんけんぽんみたいな。10円でもいいんだよね、あれ。メダルじゃなくて。変な豚のやつあったわ。右か左かどっちかなみたいな。右やったねみたいなやつ。左残念みたいな、右やったねみたいな、なんか変な豚の手が動くやつ、その後ろになんか液晶じゃなくてデジタルでなんか数字が書いてある。どうしようかな。もう飯はいいかな。レトロミュージアムってとこなんですか。どこなの。レトロミュージアム遠いでしょ。だってしかもさ、カメラマンみたいなのがいないと無理なの。これ一人でさ撮ってるから、多分ね、普通の例えばなんだろう、アーケードゲームやるにも撮れないんだよね。誰かが撮ってくんないと、カメラで。こうやってゲームやりながら撮るのきついんだ。誰かカメラマンみたいなのがいないときついんだ。ゲームやりながらさやるのって厳しいじゃん、撮るの。あとね、安尾さんがこう隠し撮りしてるじゃん、なんかスマホをさここにかけるやつ、あれなんか売ってたわ、スマホをここにかけるやつ。あれ買えばちょっとカメラの映る角度とかうまく調整できなそうだけど、なんとかあれプラス広角で、なんとか広角レンズでいけそうな気もするけど。だそれ買おうかな。ちょっと家帰ったら、そのなんかスマホ首掛けできるやつ買おうかな。なんか昨日ね、アマゾンかなんかで見たらあったんだよね。楽天市場だっけな。あ、チャリアです。チーズバーガーとトースト食った。よし、じゃあ片付けるか。
ゴミはどこにあるんだろう。わ、他の人も写真撮ってる。やっぱ珍しいもんね。どこにゴミ箱があるんだろう。これか。カメラ立てかけるやつ欲しいわ。ビッグカメラだっけ。ちょっと後で東京行った時見に行ってこよう。こういうゲームもあるんだけどさ、レトロなゲーム。たださ、こうほら一人でこうやってるとこれやりながら撮れないじゃん、ゲーム画面。立てかけるやつかなんかないと。立てかけるやつやってもきついか。でも麻雀ゲームとかしかないな。あ、一つあった。なんでこの通路こんな狭いの。うわ、スト 2EX、 ストリートファイター EX か。うわ、これバンなんない。大丈夫これ。エロいやつとか出てくれるの。危ない危ない。これ麻雀で脱がしたらなんかエロいの見れるようなやつ。まあ、ヨスさんもね来てた。ってかヨスさんが来た時俺来たんですけど、まあ、この鉄拳太郎ってとこでした。まあ分かってる人は分かってると思うけど、オートレストラン、まあ、行田にあるとこですね。行田にそうやな。オートレストランってなんかかっこいいよね。レストランだけどオートですみたいな、自動ですみたいな、機械でやってますみたいな。なんか古いんだけど、うん、なんか機械って古い、あの古いじゃん機械が。うどんとかさ、トーストの機械とかもそうだけど古いんだけど、なんか最新型みたいな。わかる、言ってること。オートレストランみたいなさ、なんかちょっと未来感があるじゃん。レストランって普通さ店員がいるもんじゃないですか。それを全部機械がやってくれるみたいな。オートレストランってなんかちょっと未来っぽいけどでも機械古いみたいな。なんかこの感覚は何なのみたいな、うん、はあ、暑いなマジで。あ、昨日行ったとこはね、あのアゲオですね。パーラーなんとかアゲオみたいなやつ、ゲームの。それは昨日行きました。さてどうするか。もう行くとこないぜ。4時か。カードが挿入されていません。てか超暑いんだけどどうしよっか。うん、どうしよう。板橋花火大会、板橋ね、花火大会なんてあるんだ。ビッグカメラを見、大宮にビッグカメラってあるんだ。でも大宮ってこっからさらに40キロぐらい走るからね。どうしよっかな。パチンコ屋行くか。パチンコ屋ちょっと配信できなそうだけどね。もう場所特定されちゃってるし、特定っていうかバレちゃってるし、立ち合いって帰ろうかな。普通に配信外で配信はしたいんだけど。あと家帰ったらあのなんかスマホのキーホルダーみたいなの買うか。キーホルダーじゃない、首かけるやつ。どうせこのイベントはとりあえず予選はさもうなんか大丈夫そうだしさ、30以内入ればいいぐらいな感じだからもう大丈夫そうだしね。まあ決勝だよね一番は。
熱っ。どうしよっかな。パスフレームいくかな。よし、じゃあまあここで配信終わるわ。パシソでもいい。あ、今なんか七原くんみたいな人がいた。七原くんに似た人がいた。運転してたわ。じゃあということでお疲れ様でした。もうこれ終わるわ。お疲れ様です。チャリありがとうございます。